にお目にかかります。四代目どうも、染谷一家総長の染谷です。この度は無所でのお勤めご苦労様でした。俺が来るのを待ってたってわけか。うちの子分が四代目に誤解を受けるような真似をどうかご容赦ください。誤解ってのはどういうことだ。立ち話もなんですから、そのあたりも含めて中でじっくり話しませんか。四代目もお勤め明けたばかりでお疲れでしょうし、菅井さんもぜひご挨拶したいとお待ちしています。菅井さんご存知ですよね。登場会じゃ桐生さんより古い。六代目が不在の今、菅井さんが会長代行です。俺をつけさせたのはその菅井の差し金か。まあどうぞ奥へ。俺もゆっくり四代目の若い頃の武勇伝をお伺いできればと思います。どうか往年の極道ってやつを俺ら若造にも勉強させてくださいよ。ねえ。どうも、たびたび失礼します。おう。四代目をご案内してまいりました。お久しぶりで、四代目。俺の顔、覚えてます？やっぱり覚えてませんか。ま、俺は六代目体制になっても名ばかりの相談役でした。無理もない。もうお聞きでしょうが、六代目が札にパクられてからこの老いぼれが引っ張り出されましてね、せっかく若返った登場会もまた古い世代に逆戻りです。四代目から見るにさぞかし頼りないでしょうが。ずいぶんでかいテーブルを入れたんだな。極道も最近じゃ書類仕事が増えましたんでね。お気に召しませんか。そこの染谷ってのは書類仕事向きじゃなさそうだ。俺は書類だ数字だって役割じゃありません。ヤクザにもいろんなのがいますんで。まあどうぞ四代目。長居するつもりはねえ。だがいくつか聞きたいことがある。例の四代目が目をかけたお嬢さんがひき逃げされた件ですか。はあ、痛ましい話だ。お察しします。遥かの事故はいつ誰から聞いた。事故直後に札からの情報です。あんたのとこにはカムロ町中の事故の報告が行くのか。沢村遥というお嬢さんは四代目の大事な身内として広く認識されています。もちろん特別に重要な件として私のところへ報告が来ました。聞きたいことというのはそれだけで。その事故現場に俺が来ることを見越して監視していた男がいた。そいつは染谷一家の人間と言ってたが、監視を指図したのはあんたか、菅井。監視じゃなくて
護衛ですよ。四代目がカムロ町にいらしていると報告があってからずっとお探ししてたんです。それがお嬢さんの事故をきっかけにようやく四代目のご無事を確認できたという次第でしてね。染谷の言う通りです。俺も差し出がましいとは思ったんですけど、今は中国人とドンパチの真っ最中でして、四代目は堅気になったとはいえ、中国人はそういう事情もお構いなしに的にかけるかもしれません。余計なお世話だ。俺に護衛は必要ない。四代目の人柄についてはよく存じ上げてるつもりです。そうおっしゃることは目に見えていたので、密かに動いていました。気分を害されたなら申し訳ない。だから言ったじゃないですか、菅井さん、四代目に護衛なんか必要ないってね。大体狙われる理由がないんですよ。もう堂島の竜なんて看板、とっくにカビが生えてんですから。桐生さん、さっき俺らに監視されてるって言いましたけど、それも自意識過剰なんじゃないですかね。今やってるドンパチは俺らの世代の構想ですよ。とっくに引退された人間の出る幕じゃありません。随分と威勢がいいんだな、今の若いのは。中国マフィアとの構想のおかげですよ。いや、だってそうでしょう。最近まではいかに金を稼げるかがヤクザの力だった。六代目体制の登場会幹部はみんなインテリでしたよ。でも今は違う。でかい構想のおかげで登場会のヤクザの価値は喧嘩の強さになった。敵の首取った数がヤクザの格に直結する。要するに力ずくで出世できる、ヤクザにとっちゃ至極真っ当な時代が来たってことです。いい時代になったでしょ、四代目。あんたもそうやってのし上がった極道の代表格ですもんね。これまで雲の上の人だった菅井さんも今じゃ俺ら若いもんの力を頼りにしてくれてますねえ、菅井さん。誰よりも組織のために体張ってる人間が中枢に入る、当然のことだ。今の俺にはヤクザの価値なんざどうでもいい。ただ最後に一つだけ聞く。お前らが遥の事故に関わっていることは何もねえんだな。どういう意味です？俺らにそんなことする理由はないでしょう。ああ、確かに今のところは俺もそう思う。俺も遥もお前らの構想とは程遠いからな。だがもし万が一登場会が何かの理由で俺の身内に手を出したんだとしたら、その時は容赦しねえ。堂島の竜を敵に回したりはしませんよ。俺らには今他の遊び相手が山ほどいるんですから。